それでは線形代数1の第10回の授業を始めます。前回の第9回のまとめです。前回は行列式の定義と展開を行いました。それから行列式の性質について学びました。で、今回はその行列式の発展ということで、教科書では第4章の内容を扱います。具体的には固有多項式、固有値固有ベクトル、クラメールの公式、多重線形性と行列式といったような話題を扱います。ということで、第4章行列式の発展ですので、教科書です101ページから必要な方は見てください。まず多項式の話です。ここからですね、多項式というのを少し扱いますので、一応少しフォーマルにですね、多項式のいろいろな部品の紹介をしておきます。で、これは多項式の定義はですね、教科書の101ページに見出しなしでありますけれども、一応こんなふうに作ってみました。今ですね、これ K を対とするんですけれども、A0 から AN を K の元として、数ですね、数としまして、N は0以上有限の値とします。それから A0 は0でないとします。で、この時に、A0XN 乗プラス AHXN マイナス1乗プラス点点点プラス AN マイナス 1X プラス AN と書かれたものを、仮に FX というふうに書いておりまして、で、この形の式を、変数 X の、1変数多項式と呼びます。で、ここでこの X の N 乗の N ですね、N のことを、X の、FX の次数と言います。次数は英語ではディグリーと呼ぶので、これを、よくデグ F というふうに、略します。それから、X の N 乗の係数 A0 ですね、これ教科書では最高次係数というふうに書かれていますけれども、僕の専門分野の計算機代数では、これ、主係数というふうに呼んでおりますので、主係数と呼んで、多分大丈夫です。で、英語ではこれ、ザ・リーディング・コエフィシェントというふうに書きますので、この頭文字を取って LC の F というふうに書いておきます。多分記号はほとんど出てこないので、次数と主係数という言葉があるということだけ覚えておいてください。で、そして、この多項式に対して皆さんがよく知っているような和ですとか差ですとか積とかスカラー倍が定義されます。これは教科書の102ページにある通りですので、ここは皆さん各自で確認しておいてください。それからあとそうですね、高校の数学との言葉の違いにちょっと気をつけていただきたいことがいくつかあるんですけれども、まず高校数学で単項式っていう言葉が出てきたと思いますが、数学では単項式も多項式です。つまり定数も含めて1個以上の項を持てば、それは全部多項式とみなしますので、まず注意しておいてください。これ実は数学類の学生でもですね、2年生になってもあまりこの辺の区別よく分かってない人が結構いてですね、ある僕が数学類のある授業で、ここでこの式は多項式と多項式ではないものを持ってきてくださいって言ったら、単項式を取ってきて、これ多項式じゃないですかって言ったら、これ単項式じゃないんですかっていうふうに学生に質問をされたことがありますので、単項式は多項式ですね、注意してください。それからもう一点なんですけど、多項式と方程式っていうのは異なる数学的な概念です。で、方程式っていう、あんまりここ高校ではですね、このことも区別してないんですと思うんですけれども、方程式っていうのはその2個以上の式を統合で結んで、それらの関係を表した式ですね。例えば x プラス1イコール3とかですね、 sinx イコール7とかっていう、そういう式のことを方程式と言います。で、多項式は先ほどのようにイコール統合は別にありませんので、そこを区別しておいてください。なおここでありましたその fx イコール0のように、多項式のみからなる方程式のことを、代数方程式とも言います。それからと最後に解とか根とか零点という言葉がこう出てくるんですけれども、まずこの代数方程式ですね、 fx イコール0の解または根って言った場合には、これはその方程式を満たす、x の値を指します。で、これに対して多項式ですね、この多項式の根または零点という言葉もありまして、こちらは、fx イコール0にする、x の値ですね、点ですので、多項式の根と代数方程式の
コンっていうのは、まあ、同じものを表す言葉だと思っていただいて構わないんですけれども、例えばあの0点っていう言葉は多項式に対しては使いますけど、代数方程式に対してはあの普通使いませんので、まあ、そういった言葉の使い分けに注意しておいてください。まあ、多分皆さん普段使っている場合にはそんなに気にすることないと思いますけど、一応あの数学のルールですので述べておきます。ここまでよろしいでしょうか。はい、それでは次にですね、固有多項式の話に進みたいと思います。教科書ですと 4.2 節ですね。で、固有多項式の話に進む前に、まずあの多項式と行列でいろいろ演算をこれからしていくわけですが、そのポイントについて少し述べておきます。大きくあの注意点は3点あります。1点目はですね、あの多項式も行列の成分として扱うということですね。今まで行列の成分にはあの数しか入ってきてなかったと思うんですけれども、これから先は多項式も入ってくることがあります。そしてあの行列の加法情報とかでいうことになると、その多項式同士の掛け算なんかも発生するということに気をつけてください。で、2点目は、多項式を成分とする行列がですね、その行列を係数とする多項式に書き換えることもできるということがこれから出てきます。これは後で例を説明します。あと3点目は、この多項式の変数に行列を代入することによって新たな行列を得るということもあります。これも後から2例で説明します。で、まず1つですね、多項式をあの行列の成分として扱う例なんですけれども、これはあの教科書の103ページの例題 4.1 というところにあります。まあ、こんなふうにその2行2列の行列なんですけど、ここに成分にこう多項式が入ってきましたと。そしたら、まあ、この例えばこの2つの行列の積を計算する際には、まあ、それぞれ の成分のですね、多項式の積をこう定義通りに計算すればいいということになります。あともう一つの例は行列式の例ですね。これもあの多項式を成分とするような行列式の場合には、これもあの行列式の定義通りに計算していって、でその成分の積はこう多項式の積でや和で計算するということになりますので、注意しておいてください。次の例ですね、多項式を成分とする行列を行列を係数とする多項式として扱うという例なんですけれども、今 BX として、まあ、このような多項式を成分とするような行列があったとしましょう。で、これをですね、実はこれあの成分見てみますと x2 乗と x と1定数っていうような形になっておりますので、まずこれをあの x を2乗を成分に持つようなあの行列と、 x を成分に持つような行列と、それから1を成分定数を成分に持つような行列に分けます。で、その上でこの各項ですね、例えば x2 乗とか x とかをですね、こう外で出しますと、このような形でその行列をあの係数とするような多項式で表すことができます。で、こんなふうにその一つの行列をですね、その成分に多項式を書き込むか、あるいはその行列を係数にする多項式で表すかって、こういう2通りの表し方がありますので、あの行ったり来たりすることがありますので、あの慣れておいてください。で、最後あの3つ目ですね、と多項式の変数に行列を代入するということで、定義はですね、見出しはないんですけど、あの104ページ教科書104ページの下の方にその例があの載っています。 A を N 字の正方行列としまして、 FX を多項式とします。で、 FX は M 字の多項式で、あの A0 は係数 A0 はまあ0でないとします。で、この時にFA ですね、この X のところにこう A というのを書き込んだあの記号でですね、これは何を表すかっていうと、この X の何乗べき乗のところにこの行列 A を全部放り込んだ、まあ、こういう形の行列を表します。ただし1点注意点は、この定数項のところですね、定数項のところはこのままでは数からになって行列の足し算ができませんので、この定数項はごめんなさい、これ N ですね、N ですね、すみません、N 字の正方行列をかけるという形になってますので、そこだけ注意してください。あとは、まあ、大体その X のところに、まあ、A の行列 A を代入して、そのべき乗を計算してもらえば OK です。ここまでいいでしょうか。それがこのまあ例ですけれども、例えば、FX としてこの3次の多項式がありまして、A としてまあこういう行列が与えられたら、この FA というのはですね、X のところに A を代入した形で、まあ、このようなあの行列として計算されます。
それからと事実ですね、一つ事実があって、これは教科書の105ページの事実 4.1 なんですけれども、まあ、FX と GX と HX を多項式として、でこの HX が実は FX と GX の積であるという時に、であと FA を正方行列とするんですけれども、この時にその H にですね A を代入した行列っていうのは、実はF に A を代入した行列と G に A を代入した行列の積に等しくなっていると。だから多項式の積として等しい場合には、それぞれの多項式に同じ等しい行列を代入したときも行列の積として等しくなるということに注意してください。なお、教科書の記述にもう一個コメントを加えますと、これ FX と GX っていうのは今例えば実数係数だと可観でして、 GX×FX と等しいわけですね。この時には行列の積を取っても FA と GA っていうのと GA と FA っていうのが GA×FA っていうのが等しくなると。だから FA と GA は行列としても可観であることに注意してください。よろしいでしょうか。